ゲームセドリやろうぜ。はいどうも、弱小セドラーの高田です。今日はですね、ちょっとね、僕過去の動画とかで、セドリをする際のカテゴリーを絞りましょうっていう風な動画を上げてるんですよね。はい。で、まあ、カテゴリーって、まあ、様々あって、まあ、ざっとこんな感じで、Amazon のところでもね、カテゴリーって絞れるような形にはなってるんですけども、その中で僕は、おもちゃ、ホビー、ゲームを中心に、セドリを、しているんですけど、その中でですね、一番僕が得意かなと思うのが、ゲームセドリなんですよ。はい。で、まあ、ゲームセドリってすごい定番な、セドリ。定番な、セドリのカテゴリーになってくるんですけど、以前、ちょっとね、ゲームセドリについて、動画上げた内容は、こういうね、ニュースサイトから、僕はね、いつもこの、利益商品じゃないですけど、この商品知識をつけて、そこから利益商品を炙り出すみたいな形を、取ってるよっていうような動画を上げたんですよ。で、上げたんですけど、よくよく考えたら、それってでも、前提として商品知識がないと、やっぱ難しいっていうことで、ちょっとね、今更ながら分かってしまって。はい。確かによく考えたら、やっぱ、商品知識がなかったら、例えばこのね、記事、全部読んでいかないとダメなんですよね。しかも、ニュースサイトから結構ね、情報を出してきて、そこから利益商品までたどり着くってなったら、敷居じゃないですけど、ちょっとステージ上がるんかな、と思ったんで、まずね、じゃあ、商品知識っていうのを、じゃあ、どうやってつけるのかっていうのをね、ちょっとね、お話ししていこうかなと思います。正直ね、商品知識がついてきたら、見るべき、このね、サイト、見なくていい、見るべき記事と見なくていい記事っていうのがもう、瞬殺で分かるようになってきて、結構ね、ゲームセドリがすごくしやすくなってくるんですよ。はい。ゲームってね、結構ね、商品知識つけるのって結構難しいとは言われてるんですよ。なんでかっていうと、やっぱ、ゲームのタイトル別になってくるんで、すごい覚えること自体が結構多いんですよ。でも逆に、だから、利益取りやすいっていうのも、あるっちゃあるんですよね。はい。というわけで、今回はですね、どうやったら、商品知識が、効率よくついていくかっていうのをね、お話ししていこうかなと思います。はい。というわけで、まずですね、皆さん、ゲームっていうふうに、考えたら、何を思い浮かべますか？多分ですね、皆さん、切り口が多分ないと思うんですよ。はい。何やるにしても、例えば、他のセドリでも何でもなんですけど、まず切り口がないと、そっからね、じわじわ、広がっていくっていうことができないんで、まずその切り口、何でもいいんですけど、ゲームって思ったら、まず何を思い浮かべます？はい。何でもいいです、正直。何でもいいんですけど、僕は、じゃあ、任天堂かなって思い浮かびました。はい。ほんと適当なんですけどね。うん。任天堂を思い浮かべたんで、これ任天堂のホームページです。はい。で、見ていくんですけど、こっからじゃあ商品知識をね、一個一個、つけていくっていう作業ね、じゃあやっていきましょう。はい。ちょっとね、骨が折れる作業にはなってくるんですけど、ちょっとね、例として僕がどんな感じで商品知識をつけていったのかなっていうのを、見ていただいたらいいかなと思います。多分今からやることが本当、僕が最初に行ったことなんで、こんな感じでやっていただけたらいいかなと思います。はい。で、実際見ていくんですけど、この辺を調べていってもいいんですよ。正直、商品知識つけるには、リサーチしかないんですよね。その商品について調べる。はい。これしかないんですよ。はい。で、そのね、調べる途中でね、利益商品が見つかったりとかっていうするんで、で、それをまた頭に入れておいたりとか。そういうこと、考えていくっていうのが大事になってくるんで。で、ちょうどね、任天堂のサイトでは、こんな感じで、任天堂のゲームがずらーっと出てくるんですよね。はい、これすべてのソフトって押したら、本当に歴代のすべてのソフトが出てきます。はい。でもそれでちょっとね、一番最初にやるにしては、多分結構かなりしんどい作業にはなってくるんで、はい。最初はこのね、ピックアップって書いてるようなね、商品だけを、リサーチしていけばいいかなと思ってます。ちなみにこれはもうあれですよ。利益商品を見つけるためのリサーチというよりかは、商品知識をつけるためのリサーチっていう風に考えてくださいね。はい。もう利益を取るのってもうちょっと後でいいんですよ。まず最初に、商品知識をしっかりとつけてから、商品知識がしっかりとついてくると、
あの利益商品ってすぐ見つかってくる、きますんで、はい、まずは、商品知識をしっかりとつけるっていうふうに、まあ、手に職つけるじゃないですけど、そんな形で、まあね、やっていただきたいなと思っております。はい、まあ、実際ねちょっとリサーチしていきましょう。まあ、じゃあこの左上のルーンファクトリー4スペシャルから、やっていきましょうか。まあ、これね、一つのゲームのタイトルになってます。はい、皆さん知ってますか、ルーンファクトリー4って。僕は全然知らなかったですね。はいはい、ルーンファクトリー4が任天堂スイッチで鮮明に生まれ変わるっていうことで、多分、まあ、この文脈からして多分歴代で結構人気があるようなゲームなんじゃないかなと思ってます。はい、4まで出てるんでね。はい、で、まあ、生まれ変わるってことは多分 3DS とかもっと前の機種でも出てたようなゲームなんじゃないかなと思います。はい、で、まあ、実際じゃあどういうゲームなのかっていうのをね、ちょっとね見ていきましょう。ルーンファクトリー4スペシャルでちょっと調べてみます。で、出てきましたね。これ公式ホームページです。はい。で、まあ、いろいろありますね。はい、まあ、一番わかりやすい、じゃあ、商品情報から、製品情報から見ていきましょう。で、まあ、通常版と、あ、ちなみに、ゲームで、プレミアになりやすい傾向は、もうさっき言っちゃいますけど、限定版っていうやつです。はい。これね、通常版というやつは、あまり、プレミアにはなりにくい、傾向にあるんで、まあ、店舗とかね、行ったら、まあ、いっぱいゲームソフトが置いてると思うんですけど、まず最初はまあ限定品だけ見ていったらいいんじゃないかなと思います。はい、なんで、まあ、通常版があると。で、パッケージ版、ダウンロード版、まあ普通ですね。はい、で、 DLC 情報、まあ、これ DLC ってわからない方はぜひね、ググってほしいんですけど、まあ、DLC っていうのは追加コンテンツってことですね。はい、このゲーム本体とは別に、追加で、まあ、こういうね、エピソードが追加できるようなコンテンツっていうのは DLC って呼ばれてるんですけど、それの情報ですね。まあ、正直ここはそんな、まあ、どうでもいいかなっていう形にはなってきます。で、まあ、出ましたね。限定版、ルーンファクトリー4スペシャルメモリアルボックスというわけで、まあ、ちょっと動画見てみましょうか。まあ、なんかいろいろあるみたいですね。まあ、CD とか、まあ、なんか画集とかね。結構いろいろあるみたいです。はい、2006年からってなってるんで、多分このくらいの年に多分、まあ、シリーズが出た当初の、ゲームなのかなと思います。ってことは、まあ、結構古いゲームにはなってきますんで、まあ、かなり歴史が深いゲームなんでしょうね、多分ね。はい、で、まあ、それの、まあ、今までの歴史を振り返るような、特典がついてるっていう感じですね。はい、まあ、実際プレミアになっているのかをじゃあちょっとね見ていきましょう。正直ここがね多分視聴者の皆さん一番気になるところだと思うんですけど、まあ、そういう時はまあ普通に Amazon で、このね、ゲームのタイトルをバッて打ち込んでもらったらいいかなと思います。で、見ていくとこれですね、さっきのルーンファクトリー4スペシャルメモリアボックス、プレミアですね。はい、定価9000円くらいってなったんで、まあ、現在プレミアになってると。はい、まあ、利益は正直取れるか取れないか微妙なところですね。はい、でも、まあ、店舗だと多分安くなってるんで、もうちょっと、はい、まあ、ぜひね見かけたら仕入れていただきたいなと思うんですけど、まあ、正直結構この商品って品薄になってますね。はい、もうほぼ見かけないですね、店舗に。田舎の方に行けばあるんかなっていう程度だと思います。はい、じゃあ、まあ、これじゃあいつ利益が取れるようになったんだっていうところね、モノレートがあるんでちょっとね見ていきましょう。はい、まあ、利益、プレミアになってからだいぶね、期間が経っちゃうと、正直市場からどん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 在庫が消えていってね、もう我々セドラにはもう手に入らないっていう、状態になっちゃうとね、まあ、仕入れが起こせないんで、正直ね、意味がなくなっちゃうんで、まあ、利益がじゃあいつ取れてきたのかっていうのをね、ちょっと見ていきましょう。すごいですね、これ。これ、ずっとプレミアになってますね。すごい需要が厚くて、まあ、供給がそんななかったっていう感じなんですかね。で、これ気になるのがここですね。はい、これ予約段階でかなりプレミアになってますね。はい、ずっと多分これ、まあ、4月4日に多分 Amazon ページができたと思うんですけど、その日からずっとプレミアですね。で、この辺くらいもずっとプレミアが続いてる、まあ、上がってきてるっていうような状態ですね。ランキングもうすごいですね。3桁維持ってわけでめちゃくちゃ売れてるっていうような状態ですね。これじゃあ予約商品として、多分予約転売としてかなり熱かったっていうのは多分商品ですね。はい、っていう感じなんで、
まあ4なんで次5が出たらまた予約にね、結構注目した方がいいかなっていう風な状態ですね。実際じゃあ5出るのかなっていうところなんですけど、確か、そうですね、ここルーンファクトリー5ってなってるんで、多分これ5が出ますね。はい、これいつで、2020年、今年ですね。今年出るみたいですね、シリーズ最新作というわけで。でちょっと気になる言葉がこのデータ連携特典っていう風に書いてるんですよ。ってことはもしかしたら4と何かしらつながりがあって、このデータの連携っていうのができる可能性が高いです、ね、はい。ってなってくると、この4のスペシャルメモリアルボックスがすごいプレミアになってたわけじゃないですか。はい、でっていうことは、あのこの5で、これね、メモリアルボックス、スペシャルメモリアルボックスっていうのが、まあ予約開始されたら、もしかしたらすごいプレミアになるのかもしれないんで、このね、ルーンファクトリー5っていうのはすごい要注意です。まあ実際このルーンファクトリーのこの限定版の中身のどういったところに需要があるのかっていうのをちょっとね、まだ今調べてないっていう状態なんで、まあそこがね、分かってくれば次ね、ルーンファクトリー5が予約開始された時に、同じような似たような特典がついていたら、もしかしたらこれくらい、利益が、プレミアになる可能性が高いっていうことですね。ぜひねチェックしていただきたいなと思いますっていうのがリサーチですね。はい、まあ現在発売済みの商品で、まあ結構予約、次のね、これが、発売するっていうとこまで、ちょっとね、リサーチして、まあできればねこの内容まで、リサーチできたら完璧かなって感じですね。まあ大体プレミアになる要素って似たようなもんちゃ似たようなもんなんですよ。はい、まあ、需要としてね、全体的な需要として結構似てるんで、だからここでプレミアになってる理由っていうのは他のゲームでも通用するってことなんですよね。はい、わかります。この例えばこれ CD があるから、この CD が欲しくて、もうプレミアになる、すごい需要があったっていうのが分かったら、他のゲームでもまた同じような、ね、内容、例えばこれ過去作の、CD が入ってるとか、なって、これがまあプレミアになったっていうの風になってきたら、まあ他のゲームの限定版でこういう同じようなね過去作の CD が入ってたら、まあ、結構熱いんじゃないかっていう風なとこまで目が行きますよね。はい、っていうような感じで、まあ、一つプレミア商品とか見つけたら、それの内容とか、また公式ホームページとかですね、こういうところから結構いろんなことをリサーチしていって、まあ5とか出る、まあ、予約転売に使える情報とか、今回ねプレミアになってる理由をリサーチして、他のねゲームでも同じような視点で考えてみるっていう風な、まあこれが結構ねリサーチっていう風になってきますんで、はい、まあそういった感じでね、ぜひリサーチしていただけたらいいなと思います。はい、まあ結構今回いろんな情報というか、まあいろいろ喋ったんですけど、まあまあ今までの一連の流れで正直ね、価格差っていうのはあまり気にしてないんですよね。はい、プレミアになってるっていうことはまあ気にはしているんですけど、そこの価格差っていうのはあまり気にしていなくって、どちらかといったらその商品に対する情報でどういう需要があるのか、または、今回、どこが作ってるのかちょっと見てないんですけど、そこの制作会社の、全体的なゲームに対する供給量っていうのはまあどんなもんなのかっていうのをね、まあ見ていくとかなりね商品知識として、まあゲームセドリとしてのレベルが上がってくるんじゃないかなと思ってます。はい、僕本当にこんな感じのリサーチをずっとしてるっていうような感じで、まあこういうねニュースサイトからそういう商品知識がついてきたら、まあこういうなんていうか見るべき情報と見なくていい情報っていうのがすぐにまあ、分別できるんで、まあかなり、まあ効率的に動くことができるっていうふうな、まあ結果的になんですよね。結果的にすごい効率的に動くことができるっていうふうな形になってきますんで、ぜひですね、最初はまず商品知識をつけるっていうところをね、一番注力していただきたいなと思います。まあどうしても、やっぱね、利益商品見つけたいとかっていう、まあもちろん背取り始める理由って稼ぎたいからになってくると思うんで、まあ利益商品見つけたいっていうふうな形になってくるんですけど、まずね、一旦そこは置いといて、利益商品を見つけるために商品知識をつけましょう。つけるためにまあちょうどいいね、この任天堂のホームページですごく使いやすい感じでゲームが並べられてるんで、まあ、これ全部大体ビッグタイトル
って呼ばれるものになってきますんで、ぜひですねここに関してちょっとリサーチしていただいて、まあ利益商品、後々効率的に見つけられるようになればいいかなと思っております。はい、というわけで、今回はね、結構長々と、お話ししましたが、まあ、こんな感じでですね、これからも、転売やセドリに関する情報を随時発信しておりますので、ぜひですね、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それからですね、まあ、特に、ね、今回の内容とかで、ちょっと意味がわからないみたいなところがあったらですね、LINE アットの方でですね、メッセージいただければ、こちらとしても、回答いたしますので、そちらのメッセージの方もお待ちしております。それでは、ご視聴ありがとうございました。それではさよなら。